G、<laughs> 待って来ないよ、来ないよ。あ、星お星様が来た。あ、お星様、ま、お星様、ま。あ、みんな来てくれてありがとう。ペイコ、黄金さんペイコです。ちょっと待ってね、これずらしていいかな。ちょっとね。 やったんだけどね全然え見えないねごめんよいしょよいしょまあ<ー>落ちちゃった待ってどうしよう全然見えないやんうん <laughs> これね、本当はハート型になってるんだよこうやってまあいっかちょっと待ってねこれ外すねよいしょちょっとごめんなさいテープいっぱいついちゃったはいアイドル ING 見えるかなここだったら見える ライト持ってきまーすついたはいごめんなさい <laughs> はい、アイドル ING ペイトンなおみですじゃあね、自己紹介に行きたいと思います暗いねここらへんかなはいそれでは 自己紹介いきたいと思います是非ねコメントでも打ってくださいそれでは行きます天下統一ポニーテールがアイアドル ING のポニーテール八橋ほっぺのペイトンなおみですホワイトの魔法をかけちゃうぞアイコッチョって言ってくださいせーのアイコッチョ ありがとうみんなあいこっちゃんうんあいこっちゃですちょっとねあいこっちゃうそうあのですねぺーちゃんスタートですそうですあいこ初見さんかな初見じゃないや初見さんですかね 「あのですね、いこっちょ」っていうのねなんか私はとっさに言った言葉なんだけどすごいみんながね気に入っちゃったっていうそういう曲です曲じゃないごめんただいま出かけ先より見てるのであありがとう出かけてる時に見てくれてポニテそう公式のねポニテになりましたキャレンとマナハーはそうそのことを言いたいと思っていますえっとですね 実はあのショールームで個人配信をさせていただくことになりましたまず決勝までね来れて本当にもう皆様には本当とにもう感謝で感謝で仕方がなくてどういうこっちゃ <laughs> もうちょっと下に下げようかなこの子こ,こ,これかな、うん、よいしょアイドル ING というグループです 改めてね、ちょっとね自己紹介をえっとペイトン直美ですペイトン直美というしますえっと日米ハーフです、えっと、お父さんがアメリカ人ですでつい最近15歳になりましたありがとうございますそしたらで次アイドリングさんの妹分グループですなんか アイドリングさんというねもう,もう私入ってからなんだけどすっごいねもういいグループのい,いいねグループさんですよ本当にそうなんですよはい出会えてよかったっていうでイメージカラーが白です白ですねこれ白なんです白の INGT シャツですねはいで次好きな食べ物はのーラーメンラーメン大好きなんです私ラーメン大好きなんです私 はあ、特に特に京都ラーメンとあと家系ラーメンでも最近はちょっとダイエットをしているのであんま食べれてないんですけどラーメンが大好きですラーメン好きな人手挙げてーラーメン大好きな人ーラーメン大好き小泉さんララララーメン大好きですね <laughs> はいで次歌 大好きです。はーい。お黄金さんも好き。ラーメン大好きペイトーさんですよ。私。小池さん <laughs>。小池さんじゃないですね。一人だけ無色だよね。違うもん。白ってね、すごいね、いい色なんだよ。私もう本当にね、いや、うん、白はすごい好きなの。ラーメン好きやで。ベルケンタさん好きですか？何ラーメン好きみんな。ねラーメン何にラーメン好き。三上さん。可愛い,い。本当ありがとう。 えさっきもラーメン食べたのジョージさんうわーあ,りがありがとうじゃないありがとうじゃないよありがとうございますあっナモラさんこれはいいねありがとうございますいいねくださってありがとうございます担担々々麺麺がいいの担々麺給食でよよく出るよそう今日はですね 昨日食べたくせにダ,ダイエットしてる <laughs> だって昨日はだって誕生日だったんだもん昨日じゃないけどそれで次、えっと、歌がすごい好きです私歌を歌うのも好きだし聴くのも大好きだし最近はもうずっとマイプルさんっていうねもう私が一番好きなアイドリングの先輩のもうめっちゃ敬愛しているねアイドリングのね第3号さんですね3号さんの遠藤舞さんっていうマイプルさんがすっごく好きでその曲ばっかで聞ていてる。 今日も二曲歌いたいと思います楽しみにしててね <laughs> でも今日は何も食べないとも決めたから、うん、う歌姫ペイトンを目指して頑張っていますペイプル <laughs> 次八橋ほっぺこれはですねさっきも言ったんですけど私ほっぺがすごい伸びるんですよすごいほっぺが伸びるんですよ痛くないのしかも なんかあんまりうえってやられても全然ね痛くなくてだから本当に神経通ってないんじゃないかと思ってこれ。うん。う<ー>マイプロ好き悪いちゃいない。そりゃそうっすよ。<laughs> 加工ですか？何が？ほっぺ。ほっぺ加工しませんね。白いイマ焼き食べてます。おおいいねホワイトの魔法かかってますね。イェイ。無表情でやると怖い。<laughs> ルムアルルムルさんいや見てくださいでやで八橋みんなさ八橋さ好きなんか京都のあれですけど私は京都のやつはもうわらび餅を食べてほしいかかっちゃったかかっちゃったホワイトの魔法かかっちゃうな <laughs> 頭が真っ白ですそうホワイトの魔法はですね頭を真っ白にさせちゃうねやつなんですねはいごめんなさいご注意くださいペイタンにま魔法使いのペイタンにご注意ください ペコのペアペイトののアイそうですね生やつは,は好きです固い橋じゃないんですよ私生やつはですねそうやつは,はおたべねおたべねなんかゆうこもいいけどおたべおたべも美味しいいしどっちも好きちょっと出張の時は欠かさず買いますへい白は関眉そうなんですよ関眉さんはもう白先輩なんで <laughs> ペイ直美ちゃんね近いありがとうあげすぎさんあげすぎさんってさ何をあげすぎたの天ぷら <laughs> あょ庄司さんだるま10個ありがとうございますだるまありがとうございますうどん食べてお腹いっぱいで真っ白あらまうどんもホワイトの魔まほっかかってますね <laughs> で 私の合言葉はせホワイトの魔法かけちゃうぞもう一回ってせーのあいこっちょあいこっちょ覚えてみんな覚えてくださいねあいこっちょ覚えてくださいあいこっちょはですねそあいこっちょねこんなにねあいこっちょがね人気になるとは思ってませんでしたよ というまあ感じですかね。はい。ちょっと恥ずかしいんで、なんでよ小指だよ。小指ですよ。小指は一個いっちゃってんだよ。そしたらいいっす。あ、ナモリさん、タコさん、ありがとうございます。十 <laughs> 七時五十九分からの配信になってるけど、うん？ や名付けどななぜ毛親にも触れるやそうなんですよあの大川愛さんのなんか一回ねなんか大川愛さんのダンスをあの私伝授されたんですよ天下統一も本当はダンスがあったんですけどちょっとそれはね NG になりましてな,なんかねそうなんですパッ,パッって感じなんですけどそうなんですけどなんかねそうなんですよ <laughs> なん語彙力がどんどんと失われて <laughs> えイベントのバーナーは表示されたけどイベントページには載ってないのえ載ってないちょっと待ってね一旦じゃあちょっと切りますねちょっとサラダバー一回します見に来てね見に来てねちゃんと配信中なのであオッケー、OKOK です終わりましたじゃあちょっと皆さん <laughs> 一旦すぐ戻ってきますサラダバー 皆なさん大丈夫ですかごめんなさいねなんかごめんなさい大丈夫かなこれたかな <laughs> でコメントがあやっやほお帰りありがとうございます博士博士さんあとトマーク台湾台湾いいな そう私ねおじいちゃんがもうちょっとでね80歳になるんですよそれで80歳になったらみんな台湾に旅行行こうねって話になってるんですよ台湾楽しみだあと3年後くらいかな楽しみだ乗ったやっぱ乗れてなかったんだあ待って視聴者数がさっきよりも多くなっててありがとうございます赤眉は色白は色じゃないそれ私も言われたでもねいいの。 私はもうね何色にでも染まれるようにあんま似合う色がないもので、ね、私は何色が似合いますかなんかね友達にね聞いたらねなんかね友達に聞いたらねなんかすごいねあのねなんか友達に聞くと大体白って言われるんですよ白白なん,かなんか透明透明感みたいなこと言われてるごめんなさいねじゃあちょっともう一回あいこっちやりましょうか。 せーの、アイコッチョじゃないよいきますよホワイトの魔法かけちゃうぞってせーのってってあいこっちょってあいことばはあいこっちょですせーのあいこっちょ改めて自己紹介しますアイドル ING のポニーテールやつ橋ほっぺのペイトーナオミですホワイトの魔法かけちゃうぞせーのあいこっちょもうっかい ごめんなさい本当にさっきのごめんなさいあいこっちょサハ <laughs> ごめんなさい本当にごめんなさい本当にごめんなさいあいこっちょあいこっちょですあいこっちょこれ小指ですからねみなさん小指をほっぺにツンってやってください弁当のやつはペンとの八つ端ほっぺうん <laughs> 意外と青ととかか水色とかの感触が似合いそう本当そうかなあでもなんか一回ねなんかねメイクさんに聞きに行ったのプロのねメイクの人にね聞きに行ったのねそしたらねそしたらなんかなんかねやっぱりあの濃い色とかも似合うしパステルも似合うって言われたなんか私肌なんかね肌がねなんかピンク系なんだって ピンク系だからなんかなんだっけなピンク系はなんかあの赤みがかった色とかが似合うって言われたハウスゲーの字になら何でも似合うのこさんほんとカズサちゃん遅くなったペイちゃんヤッホーペイちゃんヤッホーですカズサちゃんヤッホーですパステル良さそうパステル良さそうパステル大好きで私、なんかね ピンクとパステルとまあ何でも好き <laughs> パステルから基本何でも好き薄紫とか,なんか夢かわいいのが好きなんですよ私オンゴンさんよピンクは譲らないよいや別にいいんだけど逆に白誰にも譲らないからっていう白誰にも譲らないからうん白貴重だからっていう <laughs> やつですねふむふむ パステルとシャーーベットカラーは違うなんか違うんだよなわかんないけど <laughs> でもなんか昔から何かとなんか紫とか紫とね緑にすごい私お世話になってるんですよなんかねなんかねあれなんだよねずっと私アイドルオタクなんですけどずっとなんか応援してきたアイドルはなんか紫だったり紫で。 紫なんですよで私生まれた時からねずっと学年カラーとかさそういうカラーとかあるじゃんなんか学校とか行くとずっと緑なんですよ私。なんか保育園の時も緑ででなんか小学校は黄緑で今も緑だからもう全部緑。 じゃあ紫にすればよかったのにでもなんか私紫似合わないって言われたんだよね友達にだあの薄い紫は似合うけどって言われたんだけどなんか濃い紫はね似合わないって言われたんだよね <laughs> 目に優しい色そうなんですよ緑は目に優しいですよみなさん緑はアブガの森森崎いつきさんこれどうなんだ森崎さんかなそうなんですかそうなんだ でもあれだよねかちさんも緑だもんねわし紫推し多めなんですあそうなんじゃあなんか「いよいよ変えて」とか言われたら紫にしよっかなそうなったそう梅子さんもねそうなんですよ好きな先輩と同じ色にしようマイプルじゃん マイプルさんってピンクなんか濃いピンクだったかな違うかなそうサトレナさんあアミミさんもかなアミミさんもだよね今日は埼玉からですそうです埼玉からですよ埼玉ですピンクそうマイプルさんのカラーを教えていただきたいですちょっとそこら辺はまだ勉強中なんですよ私もマイプルピンクだったら違うの なん,かウなんかウィキウィキさんでさ調べたらさなんかピンクっぽい赤っぽいなんか赤紫っぽい感じのね色が出てきたんですよそれ違うのかなとピンク系だよねいざ帰ろうってなったら薄紫にしようかな薄紫にしますパステルパープルかパステルグリーンかなっていう赤なんだ 赤なんだあのべのべさんお花これバラかなバラ10本ありがとうございますありがとうございます大好きですそしたらねラベンダーでもラベンダーほどね濃くはないもっと薄いもっと薄いみたいな感じかなえっじゃんけんなの ジャンケンなのえすごいプルクだねプルクです <laughs> マイプルじゃん <laughs> さてじゃあねどうしよう訴え行こうか、うん、もう視聴者回数さんがすごいね今あるんですよありがとうございます皆さん見てくださってありがとうございますでそこであの皆さんに質問なんですけど えっと皆さん質問なんですけど何聞こうとしたんだっけそうあの「今日初見だよ」っていう人「はーい」って手を挙げてください「今日はあれの日んなんだ今日ワールドカップ?」ケーキ好きに歌いきましょうじゃあ 初初見の人がねあれで、ね、<laughs> ちょっと何人か初見さんじゃない人もいますねあらまあ <laughs> あねえちょ,っとちょ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 っとあハローそっかあそうですねあの今日はあの歌を2曲歌いますででも本当に初見さんがいる可能性もあるから あのねちょっとね違うんだ <laughs> はい違いますけどってまあみんなよね <laughs> さすがリンガーさんですよリンガーさんはすごいな気持ち的にははいまあショールーム配信は初見だよねみんな初めてのねどうもはじめましてはじめましてペイトン直美ですペイトンただいまおかえりよっちゃんフ1000人いったありがとうございます ありがとうございます星集めしてるけどペイこが一番美少女で「本当にげっちゃんありがとうございます」「本当ですかうれしい」えーー「いつも新鮮な気持ちでそうなんですよ新鮮なんですよ今日もねショールーム初めてだからさすごい最初ねドッキドキだったの?で」でなんか誕生日があったじゃないですかちょっと皆さんにねあの友達に今日 いろいろね、なんか誕生日プレゼントいろいろもらったんですよそれをね、皆さんに <laughs> 見ていただきたいんですけどすご,いのみんなすごいの、みんなすごいの取れましたそのですね、なんか 今2個しか持ってきてないんですけど今ね2個しか持ってきてないんですけどごめんなさいね急にフェードアウトしちゃってなんかそうなんですよスマホバッグではないですなんかまずまずこれを見ていただきたいこれは友達にねなんか友達にもらった今日学校で見てくださいよ 誕生日に友達からこういうヘアアイロンをもらうっていうねえだから今日もねそれでねちょっとセットしたんですよまっすぐでしょ今日そうなんですよすごくないですかもうさんすごいよねこういうやつ友達にもらったんだよなんかいつもなん,かなんかメンバーのねなんか鈴木カレンちゃんっていう子がいるんですよ鈴木カレンちゃんとか田辺まんはちゃんっていうもう一人のなんか 細いはなちゃんもたまに持ってきてるんですけどこういうもうちょっと大きいんだよもうちょっと大きいなんかそういうストレートアイロンとかパーマとかそういうアイロン持ってきてるんですよ持ってきててで私だけなんか持ってきてなかったの,もあの持ってないから、まあ、持ってるけどおっき,きいしカバンもそんなにおっきいのないしっていう感じでだからねそう持ってこれなくて <laughs>。 持ってこういうなんかちっちゃくて軽くて持ち運びやすいやつ欲しいなって思ってたらなんかその子がねなんかねくれたんですよ。ありがとうございます多分ね見てくれてるのかなっていう。多分ね、見てね今日ねなんか見るねって言ってくれたのその子が。だから本当に見てくれてるかなありがとう。<laughs> で次こその子この,この子からはこれをくれた子はあともう一つなんか。 あのマネキュアをれたんですよ。でも今日はちょっとあの時間がね、なかったもので、なかったんですよ。見てるよ <laughs> ー。はやきなこ。ペペペペペ,ペイトンさんですかそうですよ。そうですよ、ペイトンです。<laughs> ペイトン、なおみです。お友達、こんばんは。お友達、こんばんは。そうですね。で、もう一つ、定例これまず何だと思いますか、皆さん。 皆さんなんだと思いますかこれさまどまぎとかでさよく出てきそうじゃないなんへーって <laughs> 何だと思いますかこのすっごい夢か革のやつ変身できそうぺぺぺぺぺこですかぺいこですマネキュア配信しようよでもちょっとね最近ね乾燥肌で爪がやられちゃったんですよ手鏡違います 三社文字じゃないもん対象年齢3歳じゃないもんこれ違うもんでも今日正解を言いますね正解はてれーんこれバスもとかそういうね入れるやつを入れたんですよプリキュア配信しようチェンジプリキュア変身プリキュア変身 キラ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 ってやるの <laughs> 天狗さんのそうこれパスケースなんですよこれねパスケースなんですよすごいよね丸バツ出すすやつじゃないですこれを今日くれて制服のねじゃあ制服じゃないあの私立だから学校指定のねバッグがあるのそのなんかこうやって持ってる時にここら辺になんかあのポケットがあるんですねパスモとか入れるようになんかそれをねパスモを このケースをなんかポケットがそんなに大きくないからこんな感じでシュってやって <laughs> こうやって帰ったっていうでも嬉しくてねでこれでもうんかどうやってピッてやろうか分かんなくてこ,こうはちょっときついのなんかきついからちょっと手ちっちゃいからねだから私は思いつきましたここを持ってピッてすればいいなって思って。 っていうやつですね。でかすぎ。<laughs> そうなんだよ。でかいんで、落としそう、落とさないよ。<laughs> でも本当に、うん、感謝してます。友達もクッキー作ってあげるって言われて、でも今ダイエット中だから。あとなんか食費かかるでしょう。だけど大丈夫だよ。って言ったら、いいもん。別にって言われて。もうね、もういい、いい、いい友達を持ちました。ありがとうございます。 変身セリフ言ってするセリフ言ってからピッてすればいいよ。そうなのちょっとやってみるね。ギゃ、変身ピッて。<laughs> ブブーとか言われそう。やだ。そう、いいお友達ですよ、本当に。う <laughs> ちるキューベン、そんなことない。全然,全然,然もう嬉しいですね。ムーンプリズムパワー。<laughs> メイクアップ大好き、セーラーム。ちょっとってね。 あ、待って知らない間にね「あのゆきとっぱさんアイスクリームありがとうございます」でポンさんポンさんハートいっぱいありがとうのべのべさんだるまいっぱいありがとうのべのべさんめっちゃ <laughs> だるまいっぱいありがとうこんばんわんこそばわんこそばうんちょっと待ってねうん、まだ時間あるよねそうだよね ぴーちゃん仮面ライダーのヒロインとか似合いそうわあ仮面ライダー出たいな仮面ライダーのヒロインなんか私さスーちゃんがやってたようなさああいうセスーパー戦隊っていうのああいうなんかイエローピンクとかさあるじゃんあれやりたい <laughs> 私あれ絶対うまくいく自信あるもんうん中2秒だからうん <laughs> スーパー戦隊 <laughs> スーちゃんじゃないよスーちゃんだようん <laughs> 演技派 でも演技も好きだし演技好き大好き戦隊ものの色は何がいい白 <laughs> ペインちゃんめっちゃ弱いけど、ね、弱くないもん <laughs> 一度でいいから変身してみたい本当だよ私も変身してみたいよカズダちゃんじゃあおでこに土って今書いてていやーもういくらすーちゃんがやってるからって土って <laughs> 土 鶴姫,鶴姫か新建ジャマチェック済みかだってあれ見てたもん私ちっちゃい時にねすっごいね見てたんだようんペイトンが変身したら純粋な日本人になっちゃうでも私さすごいねあの1年前とてが中1の時よりもねすっごいねあのハーフっぽくなくなっちゃったの「どうしよう」っていう「ヌージーはハーフじゃなくなっちゃったよ」っていう。 アハハ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 大好き <laughs> あのデザインは慣れたらハゲメ日本人そうなってきたの私どうしよう途中参加だけどハローもう歌ってたハロー歌ってないよっていうかまだね何にも歌ってないんですよ前髪作ってたからそっかそっかそっけフフフ じゃあねそろそろね歌いたいと思いますハローはちなみに一番最後に歌いますもうまあアイドリングさんでもうねアイドリングさんですごいねあのいい曲でねもうねすごいんだよじゃあねあの歌いたいと思いますあの前にもね個人配信であのフレッシュの方の,あのアイドル NG の方のなんか個人配信で1回歌わせていただいたんですよあ二2回か2回歌わせていただいて皆さんも知ってると思う絶対あの皆さん アニメは好きですかはーいって言ってアニメ好きな人いや「ドラえもん絵描き歌は」はじゃもう昨日やったからあればちょっとね「あのドラえもん絵描き歌」を見たいっていう,いう方はぜひアイドル NG 会員にはいお願いしますおそ松さん好きおそ松さんよねおそ松くんもね好きそうでもないあそうなんラーメン好きですか大好き <laughs> コールが多い曲ではないんですよ、残念ながら。あまり見ないか。そっかぁ。あ、三上さん、アイスクリームありがとう。<laughs> アイスクリーム大好きだよ。見ないんだ。おそ松くん見てたおそ松くん。私ね、あれ、なんだっけ。ドコンジョーカエルのアニメも好きだしど、実写化されたドラマもね、ずっと見てた。 結構見るよ。やった。一緒だ <laughs> で。ちなみに皆さんあのあの日見た花の名前をまだ僕たちは知らないっていうアニメは知ってますか？ジブリ系はジブリ系も大好きだよ。こんばんは。満員電車の中から見てみます。お疲れ様です。あの、ハンバッグがバッパローズさん <laughs> ありがとうございます。そ、あの花です。そ知ってる？あの花。 アナファナとか知らないだってそう埼玉のね秩父があれががねいいっぱいなんかいい秩父が舞台になってるやつですね。見たことないのいや本当にあれはいやラストシーンだけでも見てもう素晴らしい、えー、なるかいやだって私さ初めて見た時にラストシーンだけしか見てなかったんですけどそれ見ただけ「うー」ってなったっていうねああって感じなんですよ。ちょちょょっと もう三十分早いな、ちょっとね、歌うね、急いで。ちょっと待って。あのお茶を飲みたい <laughs> あ。はい、お麦茶の登場です。あ、あとね、みんなに見せたいものがあって。これね。 友達はね、書いてくれたんだよ。これすごくないうまいよね。うまいよね。すごいよね。すごいね。嬉しかったの。これは、なんか普通しちゃダメなことは。ないですね。ないですね。これ。すごいよね。友達が書いてくれてさ、四コマまで漫画までついちゃってさ。嬉しいわ。嬉しいですね。もうありがとうございますっていう。似てるよね。 ちょっと今髪の毛おろしてないけど、ね、誰か帰ってきてレッド落ち着いてよー <laughs> ちょっとシーしてみて今弟が帰ってきましたおかえりなさい唐 <laughs> <laughs>、ね、揚げそう唐揚げ今吠えてますねちょっとあれあのご飯あげといて <laughs> はいご飯 <laughs> アイランドさんハートいっぱいありがとう <laughs> 弟ですね今日サッカーじゃないよねないよ,ないよだって <laughs> そうスペシャルゲストイケメンの弟くんでそうなんですよイケメンなんですよ ボージェノいやボージェノじゃないんですまだ入ってないんですよ、うん、よしじゃあね歌いますねレト君も落ち着いたのかなっていうシークレットベース「君がくれたもの」を歌います <laughs> 電源切れ。ね、<laughs> 電源切れですね 無理でしょ。うん、じゃあ頑張ってあの歌詞見ないで歌います。それでは聞いてください。C、C ちょっと C させといてね、レッドく、うん。それでは行きます。一気に9位？ありがとうございます。ありがとうございます。大好きです皆さん。これからも頑張りますので、今から歌を歌いますので、はい聞いててください。それでは聞いてください。君がくれたシークレットベース、君がくれたもの。 君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月また出会えるのを信じて最高の 瞬間「帰り道の交差点で声をかけてくれたね」「一緒に帰ろう」「僕は照れくさそうにカバンで顔を隠しながら」「本当はとてもとても嬉しかったよ」 ああ「花火が夜空きれいに咲いてちょっと切なく」あ「ああ風が時間とともに流れる」「うれしくて」 楽しくって冒険もいろいろしたね二人の秘密の基地の中君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない充電 涙をこら もうするよ忘れないでね僕のことはいつまでも二人の基地の中君と夏の終わりずっと話して夕日を見てから星を眺め君の頬を流れた涙はずっと忘れない君が最後まで大きくて きっと忘れないだからこうして夢の中でずっと永遠に君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月また出会えるの心配 涙をこらえて笑顔でさよなら切ないよね最高の思い出を最高の思い出をありがとうございます。 この曲もすごいね、この曲すごい好きなんですよ私大好きなんですもうメンマってちゃうメンマってちゃうやっぱティフで聞きたいティフでたいよ TIF でたいよ TIF でたいよ,たいよ,たいよメンマ2回目ペイとメンマですそうだよね、メンマもだってクォーターだからそうだよね そうだよね。メンバーもだってクォーターだからさね大丈夫私いけるうん <laughs> その前に新曲聴きたい楽しみだよ私は <laughs> 毎回曲の入りはいいよねイェイイエイロシアだっけそう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 お母様がロシアの方 結構の娘になると、メンマと同じぐらい、それは違うかな、違うかな。気をつけてることある、歌い方でですか。私、ビブラートして、ごまかしてるってよく、なんか言われたりとかしたんですよ、この前。なんか、違うんだよ。なんか、ビブラートでごまかしてるんじゃなくて。ごまかしてはない、普通に、やり、自分がやりたくて、やって。 でそれをねなんかそれをなんかオーディションの時にやってビブラートが綺麗ですねとかボイトレのね先生にも綺麗ですねとか言われてなんかもっと自分の声をもっと出していきたい出していこう出していくイェーイっていうような感じですね雨降ってきたでしょ雨降ってきたのちょっと待ってね見てきますあ雨降ってるねちょっと待ってね 雨降ってるよ、大雨だよ。ねえ。大雨なんですよ。ラブちゃんです。レッド何やってんの？ねえレッドアイスボウアリが食べてるからってそんなふうにしないの。 ラブちゃんですそう ING のねマスカッですねもう黒いま <laughs> 画面が黒いラブちゃんラブちゃん、ラブちゃん,ラブちゃんよいしょ可愛い,いでしょめっちゃ雨だよちょっと待ってラブちゃんの毛がすごい抜けたラブちゃん書類も初そうラブちゃんはね書類も初ですねこれは伸びるぞ雨が <laughs> 大丈夫大丈夫ラブちゃん可愛い,いから <laughs> そうそれでまずあの初見さんがあのいらっしゃったということでいらっしゃいましたということで、まあ、今の子がなんかひらがなでラブちゃんっていうんですよ真っ黒のねモフモフの多分私の推測推,推測で。 たぶん3歳たぶん3歳でそれであのー、普通の黒猫にマンチカンのハーフなのかなっていうカタカナじゃないんですよ実はラブちゃんって私が付けたんですけど名前はひらがなラブちゃんですね推定3歳そうなんだよラブちゃん捨てられてた子だからわかんないんだよね何歳なのかでもさ思ったのラブちゃんがラブちゃんの 子供時代を思ったら絶対可愛いってだってさこんなかわいいラブちゃんがさこんなちっちゃかったらさあーかわいいふわっふわ <laughs> ラブちゃんペッコ応援したってな本当だよラブちゃんがそう言ってますねロリー出すだな出してないもんラブちゃん <laughs> じゃあね「ラムちゃん」に聞こえるラブちゃん <laughs> もうちょっとで、ね、2,000人にいきますねありがとうございますもう1901人の方にアニメ声きたじゃあちょっとアニメ声ここらでやっちゃいますかアニメ声じゃコーナーもうねアイドリングさんの恒例企画のちょあれがポテチ食べてるっていうポテチはないで <laughs> どうでもいいわ。 あはい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 まあいいや、まあ、ポテチとしましょうポテチじゃないけどポテチとしましょう食べてます <laughs> まあそれでですね8位まで46ポイント <laughs> 咀嚼を鳴らさなくていいよ <laughs> 咀嚼を鳴らさなくていいから <laughs> まあそれでですねカじゃないんですよね実はいやといは食べてるから私ねあんまそういうの食べれないんですよ実は。 ファンサムリクエストじゃあね今からしたいと思います。はあくしゃみですわ。レッドレッドおいで。いいゃん。カラーげ。カラーげ。ちょっとおいで。今からね、ワンコ出します。よいしょ。はい、カラーげくんです。からあげ。<laughs> はい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 。もうやだ、だもうやだって言った。<笑><笑>まあいや、それで。 あとね、約15分ですね。約15分だよね。あ名ナムランさん。のべのべさんお,お花畑ありがとう。池内さんもお花畑ありがとう。よきとぶさんアイスクリームありがとう。ナムランさんアイスクリームありがとう。ナムランさんいいねもありがとう。みんなありがとう。大好き。<laughs> まそれでですね。 キャ,レン配信はキャレンちゃんの配信は今日はフレッシュの方で、カレンちゃんの個人配信があるので、ぜひ、GO! しちゃってください <laughs>。それで、じゃあ、ファン様リクエスト、じゃあね、5分くらいにしようかな。一応私7時までなんで、すよ7時まででなんであのじゃあね、じゃあ、今、ハローを歌ってやるか、今、アニメやって、ハローを歌おうか、どれがいいかな。

歌は後じゃあ今はじゃあ先にアニメをやりたいと思いますちょっとね時計を今46分なんでとあと5%しかないじゃん教 <laughs> えてね いや、ギターは最近弾かないのでちょっとね最近ボイトレの方に専念しますね身長何センチあつさんえっと156センチですメンバーそんなに私ちっちゃいと思ってないと思われないけど2,000人超えてよありがとうございますありがとうございます皆さんありがとうございます見てくださってありがとうございますそうですね身長は私156センチでなんかメンバーの中で一番ちっちゃいんですよでもそんなにちっちゃくないんですよ そうなんですよ。ね。ジュマさん、2000人超えた。イエーイ、イエーイ、やった。そう他の子がみんな大きいの、みんな160ある。なんで私、私なんで選ばれたんだろう。絶対さあれタイプだよね。絶対身長高いというタイプだからだよね。ふえー、なんで私選ばれたんだっていう感じですね。はい、じゃあ。 母ちゃんの方がちっちゃく見えるよちょっとえー、あのローファーでちょっとごまかしてるんですよ私ごめんいじゃあ行きます歌いじゃあ歌うのお先アニメやるかじゃあアニメします皆さん言ってほしいセリフどうぞだってねじゃあ55分になったらやめようペイさんはこれから全然伸びないのどうしよう本当に伸びないの 気をつけないと気をつけない何を気をつけるんだろうていこだけ見てていこだけ見て <laughs> <laughs> 俺は人形をやめるぞ俺は人形をやめるぞ <laughs> 私はティフに連れてって 私はティフに連れてってショールームに私という神が来た <laughs> マリオカイティフフン <laughs> ペイコじゃなくてナオミって呼んでよ8位になったありがとうございますみんな大好きおフフ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  私を武道館ライブに連れてってピーカーキューぺーこの魅力にメロメロでしょお恥ずかしい <laughs> 皆さん8位こんな一気にこんな行くとは思ってませんでしたありがとうございます皆さん1位で決勝通過ですね頑張ります本当に頑張ります またこんなところでサボってるほら早く教室戻るよこの後はキャレンのフレッシュですこれでも中学生なんです無視しないでくださいよ子供扱いしないでくださいよとりあえず一緒に掃除よ あと五分だちょっと考えられ時間ちょうだい分かった今仕事終わったサーモンいいヒレフスってなんだこれから歌を歌いますこれから歌を歌います 私なで型だねすごい <laughs> めっちゃなで型嫌だな唐揚げ自重しよう唐揚げね今ねあの唐揚げね唐揚げよちょっとふはっふはっはっはっはこの世界はわしのもとだふはっはっはっはそれ ING ではぺーこが一番可愛いの何このぶりっ子キャラなでがねめっちゃなでがただよね <laughs> ハンガー <laughs> ハンガーをつっかけないとだなこうしなやつだね <laughs> <laughs> えめっちゃなでがたじゃない私どうしようホワイトの唐揚げ粉かけちゃうぞ世界にはまだまだ 謎がーる。これはなちゃんのパグリですねもう少し一緒にあいまやえごめんもう少し一緒に甘やとりできるねショルダーバック14よくなるそれペータのなでがたも全部愛してでハート <laughs> なでがたなでなでダメだった もう分だ T シャツ見してわかりましたはい T シャツこちらアイドル ING のなんか T シャツです私イメージカラーが白なんですよ白なので、まあ、自分で選んだんだけど <laughs> イメージカラーが白であの白ですペイちゃん怖いよやったなで方も愛して <laughs> 矢印ペイコーってなんだ <laughs> 発射します笑う角にはペーコ来たるみんなにペーコを届けたい <laughs> ING が塗り忘れ違うもん違うもん白ってね素敵な色なんだよあ知らない間に。 皆さん、かずさちゃん、ダルマ、いっぱいありがとう。いっぱいありがとうございます。モちチんさん、アイスクリームありがとう。のべのべさん、ダルマさん、これ、紫のダブラさん。ダルマさん <laughs> 初めて見た。ここから抜け出しちゃおうかみんなにはナイスだよ。そうだよ。何色にでも染まれるもん。そうだよ。染まれるんだよ。 てか私は白なのなんか透明感透明感ってすごいちっちゃいところから言われてたの私だからうん透明感を大事に白でいきます「千とだるま百」ありがとうございますじゃあそろそろ歌う歌いますねもう53分かじゃあちょっと。 歌を歌いますねでもその前に1個だけこれ何色にでも何色にでも染まるけどみんなをペイトン色に染めちゃいますパパから来たなおなお頑張れ ING 大好きパパ頑張る頑張りますよ頑張る乙女ですよ私 <laughs> そうで19時59分から2 1十一が。 ううんそうだよ、ね、はなちゃんで21時から22時までがまなちゃんですお願いしますじゃあ歌に行きますねエンディングテーマハローです <laughs> エンディングテーマアイドリングさんでハローちょっと唐揚げがたまらないじゃあとりあえず歌いますねわ 「wow. あの日胸に掲げたまっすぐな思いを今も見失わず追いかけ続けてる」 うまくいかない時は不安になるけれどきっと笑っていれば必ず元気になる大事なのは強い気持ちいくと決めたその眼差しだから思いいきり飛ぶのさ その願いを叶える時あの涙が輝くときらめく笑顔にきっと巡り会えると信じて走り出した夢が読んでる前を向いて進めば ハロハロハロー,ハロー,ハロー新しい朝へはいハロボでした明日も見てくださいまだ終わんないんだよでもあとね4分余りました。 いうところも練習して <laughs> 一応ね3日間であの前1回ずつハロー歌えるように3回3回歌えるようにもうねあの言ってあるので言ってあるのでなので明日も明さってもエンディングテーマ「ハロー」でお送りいたします明日は何歌おうかな明日はこれの他に今日はシークレットベースだったけど何歌おうかな 何歌おうかな何歌ってほしいかなみんな歌になると人は変わるよねええ <laughs> イイそうなんですよまあねまるで学校の私とは違白いですよもう学校モードっていう普通の子モード入るとさもうさすごいもんなんかなんかもう「ああたに行き食べたくない」「ブイ」みたいな感じかカブトムシセンスオブワンダー でキャレンのところ行くから分かりましたそうだよねもうカレンちゃんのとこ行くんだもんねみんなでじゃあ59分くらいになったらあの一回切りますねたら「カブトムシをフルで分かった」ねえ聞き逃したじゃあサビだけ歌う「その願いを叶えると」 ありがとう。ありがとうみんな。ギフトいっぱいありがとうございます。チャンネルちょっと待ってね。今は58分ですね。えい、ー、こや。イエーイ。ありがとう。ね、私もう歌うのが好きでやってるんだから。ご飯を準備しよう。そうだよね。みんなご飯の時間。って今日もちょっと我慢します。今日はいっぱい我慢するも昨日はね、昨日ケーキ食べた,ったから、誕生日だったから。だからね、昨日はケーキ食べちゃったから、今日はもう食べません。 大大大好好好ききき私もだよ。みんなのことが大好きです。じゃあね明日も来てくれるって約束してくれますか明日も来てくれますかイエーイっていうのやってみたい一回。し <laughs> てね59分になっちゃったみんなじゃあ明日も来てねいいともありがとうじゃあみなさん ねねはなはなちゃんじゃないやそれではみなさん見てくださってありがとうございました最後にホワイトの魔法をかけちゃうぞせーのあいこっちゃありがとう大好き